漢字重要語句第47項。この動画は国語の基礎である漢字重要語句を短い動画で毎日コツコツ頑張っていこうというものになります。一つの動画では2つの問題を扱い、これらはセンター試験の過去問です。センター試験の漢字の問題はこの傍線部と同じ漢字をこの1から5番の選択肢の中から一つ選ぶというものになります。またこの動画で扱っているこの問題は PDF の形式でダウンロードできるようにしたので、ぜひ動画の概要欄をチェックしてください。それでは早速1番の答え合わせからやっていきます。潤沢な資産がある。潤沢、たくさんということですね。この潤沢の潤、潤うという字を探していきます。丸の1番、水を循環させる装置。水を循環させる装置ですね。循環、この字になります。続いて丸の2番、温暖で湿潤な気候。そうです、この湿潤の潤という字が潤沢の潤と同じなので丸の2番が答えということになります。丸の3番、殉教者の日。殉教者、この漢字になります。続いて4番、夜間に、巡回する、警備員。巡回、この漢字になります。巡回、次丸の5番、純度の高い金属。純度、この漢字になります。続いて2番もやっていきます。最も、端的に説明している。はっきり説明しているということですね。端的のこの端という字を探していきます。丸の1番、丹精して、育てた盆栽。この感じですね。次、2番、コタンの境地を描いた、小説。こう世俗から離れて淡々としているような境地ですね。そのことをコタンと言います。丸の3番、大胆な、意見の表明。大胆、この漢字になります。丸の4番、一連の事件の発端。発端の端が端的の端と同じなので丸の4番が答えということになります。最後5番、真相の飽くなき探求。探求、この漢字になります。もう一度答えを、復習しておくと、潤沢の潤という字と湿潤の潤が同じなので丸の2番を答え、2番の問題が端的の端という字と発端の端という字が同じなので丸の4番が答えということになります。2番4番ですね。今日もここに出てきた12個の漢字をしっかり復習して読めるように書けるように理解をしておいてください。それでは、国語基礎漢字重要語句第47項を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは現役予備高校士監修のもと、大学受験の過去問や勉強法などを随時配信予定です。ツイッターでも受験生へ向けた情報を発信していきますので、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローをお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。